早く。私の喉を噛んで、私の体のすべてを飲んで。そうしてもらいたいんだね。そうしてほしい。私にこんなの見せる。こうしたいんだろう。君も同じなんだよ、セラス。君も同じ。マスター、マスター。ケンブリッジの女子学生寮が襲われたのが38時間前。完全に血を吸われ尽くした者と、ただむごたらしく殺された者がおり、その際は性交渉経験の有無ではないかと、フリークがその力をより高めようとした場合。カズは？言わずもがなでしたな。襲撃者の数は特定されておりませんが、おそらくは60名弱。行方不明となっている SAS パーカー中隊がフリーク集団となっているのは間違いないものと。グールではなく、それだけの集団をフリークに。トラファルガー広場の襲撃で使用されたと思われる火器は SAS の装備と合致したとのことでございます。大英帝国に対してここまで露骨に挑戦をしてきたことに対し、今インテグラ様のご容態を鑑み、円卓会議がウェストミンスターの方で行われておりまして。円卓で言い合うことにもはや意味などない。女王陛下には考えがおありのようだ。ビクトリア、大丈夫か？はい。お前の所属を移動することにした。え？拝命を受けるときは気をつけだ。はい。セラス・ビクトリア、ヘルシング機関第一行動部隊から解任。え？調査班として外勤を任命する。どうして？新しい人員での編成で戦力を立て直している今、イレギュラーな存在は士気にも影響が。わかりました。ビクトリア、拝命いたしました。ビクトリア。はい。現場は違えど、我々は同じ国境騎士団の一員。誇りを持て。王室関係者を狙ったと思われる爆破事件に
バッキンガムは警戒を強めており、明日予定されている専属式も中止となる模様です。スコットランドヤードの発表では、現在ロンドン市内に非合法武装集団が潜伏している可能性があるとして、市民に協力を呼びかけており、支配するにはあまりにもか弱い、ヒューマンは。一度聞いてみたいと思っていた。なんだ？私に血を飲んでほしいと思ったことはないか？私の血を自分の血に混ぜて、より強くなりたいと願ったことはないか？私の心を読めないお前ではないだろう。そうじゃない。答えを言葉で聞きたいのだよ、私は。お前さんは強い。だが、これから相手にしなくてはならない敵は。女王陛下よりロイヤルオーダーを直面された。ヘルシング家総代として私は初めて拝命する。先代がその儀式を行った時のことをよく覚えている。今のお前さんにそれは酷だな。今だからこそ私は。分かった。私の契約は先代より依然変わりない。私はあんたに、この家に飼われている。儀式は明晩だ。私の血を飲みたくはないか？では本日緊急対策法案を決議するために招集が。ちょっとお待ちください。ただいま厳重な警備のもと、女王陛下が宮殿を出られました。中止と発表されていた専属式をロンドン塔で行う模様です。ロンドン塔での専属式は極めて異例のことで、なぜこの危機が叫ばれている最中に。女王旗が上りました。女王陛下は現在ロンドン塔で儀式の準備に入られた模様です。今回の儀式は一切報道が禁じられています。またお休みになっていただかないとなりません。はあ、お車はロンドン塔まででございましょうか？いや、ここを出るわけではない、ウォルター。は？我がヘルシング家はロイヤルオーダー、神と王室に祝福を受けた騎士団。その儀式はこの家で行う。当然のことだ。では恐れ多くもこちらに参られると。私、こないだお邪魔したセラス・ビクトリアです。仕事で来たんじゃなくて、私教えてほしいんです、エレナさん。
エレナさん。エレナ。血を食らわない吸血鬼など逃走の相手にはなり得ない。誰？インテグラ様。どうした？ロンドン島内で異常が起きた模様です。なんだ？詳細は不明ですが、内部より通報があり、フリークの襲撃が。疑似餌に卑しい魚が食いついたか。あそこは血塗られた怨念の城、フリークの血をヘンリー六世に捧げてこい。こちらの警備は？シークレットサービスも来る。敵は元 SS1 個中隊、総力で当たれ、ファーガスン部隊長。神と女王陛下のご加護、エイメン。エイメン。アーカードから直接血を分けられたお前、無力なお前でも。なんてこと、なんて。我が体、我が肉にしてやろう。人の血を飲まずに来たことを後悔している。してない。私は人でいたかったか。アーカードに血を分けられたことこそが後悔か。なんだ。エレナ。エレナ。なんだ。ここヘレドムの神聖なる場にて、我エノクのロイヤルアーチは五穀の祈りを捧げ。全てを破滅させる。そのために我は生まれた。
セラス。ヘレナ。泣かないで、セラス。ヘレナ。イモータルなはずの私たちでも、宿りぎたる肉体が滅んでしまえば、あとは夜の空をさまよう存在になってしまう。大陸から来たあの男を滅ぼしなさい、アーカードの力となって。はい。あれもまた人に飼われているもの、そしてアーカードと同じく、あの男はあの男の意志で飼われている。急ぎなさい。あなたの同胞が貶めを受けようとしています。触れないで。この身ももう滅びます。ただいま武装した警察関係と思われる部隊がロンドン島内に突入していきます。中で一体何が起こっているのでしょうか。邪魔だな、ピンクマン。ターゲットはグールではない、フリークス。それも SS の武装をした。しかし所詮はフリーク。確実に急所を狙っていけば倒せる。 SS と戦うとは思っていませんでした。しかもロンドン島とは。だが我らには神と女王陛下がおられる。エイメン。誰か出て、トラップなんだって。ブラッディタワーが爆破されました。内部で何か起こったようです。我が大英帝国の儀式が執行されている場所が襲撃を受けています。鎮圧のためでしょうか。大規模な火器が使用され黒煙が上がっています。どういうことだ。円卓会議は国境騎士団など存在していないことにするだと。では今の状況は。女王機に謀反する逆賊。アーカード。お前が待つ者は来ない。何だと。お前は一体。ここからは自分で自分を守ってくれ。私は心躍る戦いに向かう。アーカード。インテグラ様。ロンドン島を襲撃した武装集団が判明しました。ヘルシング家の指定、ヘルシング機関。バカな、こんなバカな言葉。Tell me how to
マーガスン部隊長。ビクトリア、右前方を撃て。はい。左前方を撃て。はい。明日に向かって撃て。これが本当の親父ギャグ。撤収。